日。さあ、始まりました。今週もクラブ直樹ニコナイト、1時間よろしくお願いします。お願いします。なんかあれみたいですね、オセロみたいですね。俺結構俺髪黒いな。はい、ちょっとかぶってません。うん。まあそんなこんなんで、はい、今日も1時間よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速オープニングどうぞ。どうぞ。さあ、というわけでね、はい、早速始まったんですけど、はい、今日ね、今日は直樹さんちょっと来られないです。はい、あのね、インスタとかで見たと思うんですけど、直樹さん、熱出してますよ。もう、何続いてんだろう。なんか、体調悪いみたいなのをインスタで見たんですけどね。そう、ちょっとね、はい、熱が続いてるみたいで申し訳ないですが。風邪流行ってるんですかね、皆さんどうですか。流行ってないんじゃないの？あんま言わなくない？うん、でもなんか乾燥してますよね、お店の中は。いや、僕養生好きではありませんからね。毎回養生に関してすごい聞いてくるリスナーの方がね、たくさんいらっしゃるんですか。さっちゃん色っぽくなったって。ありがとうございます。もう髪型はね、はい、やっぱなんかいいんじゃないか、いつもよりは。なんか影っすかね、めっちゃ顔が黒く見えますね。これはい、あとあれじゃん。インナー、ちょっとインナー見してよ、さつきのインナー。はい、これっす。Vネック広くない？ V、 これはディープ V っす。ディープ V っす。めっちゃ深いっす。それは色っぽいわ。おっぱい見えたらごめんなさい。もうめっちゃ結構ガッツリいくな。よかったら覗きに来てください。早速なんですけど、あ、乾杯しましょうか。乾杯しましょう。1時間よろしくお願いします。乾杯。皆さんもね、もともと思うのよ、僕ら接客してるっていう感じなわけじゃないですか、画面越しに。うん、よかったらね、一緒にね、飲み物をね、飲んでくれたら嬉しいなと思ってます。月八だから。月八はね、月九って言葉あるじゃん。ありますね。インスタで、はい、ニコナイトをですよとか、ニコナイト、うん、ニコナイトだってよっていうの、はい、タグ、月8って書いてるんだけど、はい、流行んないね、多分。いや、流行らせていきましょう。いや、本当にね、もう本当にいろんなね、方が見てくださってるので。そう、初見ですって方もいるし、はい、初見さんは嬉しいですね。ありがとうございます。はじめまして、新一です。お店から見てる。あら、今仕事中ってことか。新兄ちゃん、新兄ちゃんってさつきとまおしか呼ばないよね。新兄ちゃんってやつですよね。あれ元ネタ知ってます？知らん。僕が高3っすかね、高3時の、ザ漫才の決勝で、ナイツさん、ナイツいるじゃないですか、の漫才あったんですけど、そこでボケていく中で、一つ屋根の下っていう、あ、あるある、ドラマあるじゃないですか。そこでアンちゃんっていうんですか、アンちゃんをその、わざと自分の名前を呼んじゃうっていう、そういうボケで新入社ってナイツの漫才の一部分です。でもその漫才僕大好きすぎて、もうトータルで20回ぐらいは見てるんですけど、それをマオに見せたら、マオがハマって、それでそっからもう新人じゃんっていう。あ、それで言いたい、言いたくなっちゃったって。それでさつきは俺を遊んでたわけだ。まあそうっすね。まあ全然ね、何のことかわかんないと思うんですけど。新人ちゃん、新人ちゃんかわいい。新人、まず新人ちゃん。新人ちゃん。もうでも結構定着してますよ。悪くはないね。新人ちゃん。マオ来るの？マオはどうなんでしょう、来るのかな。うん、
あ、直樹鍋って。直樹さん鍋。あの鍋屋さん。皆さん見られました。Facebook、アメブロですかね。ちょっと完成予想図なんですかね。うんうんうん。のあの動画今すごいっすね。俺ねそれ見てないわ。あ、本当ですか。和風テイストバージョンと洋風テイストバージョンでどっちも 3D ムービーみたいのがあるんですけど、直樹さんの鍋屋さんです。和風か洋風かでやるってこと？そう、2つの空間がある。どうなんですかね、そこあんま分かんないですけど、なんかその動画には和風バージョンだったらこうで、洋風バージョンだったらこんな感じかなみたいな。あ、じゃあ今どっちかで悩んでるってことかな。あ、アメブロで見た。あ、来てますね。よかったら皆さんもチェックしてみてください。タイムラインでは見たんだよな俺、その動画じゃないけど。めっちゃ綺麗だったね。いいですね。なんかすごいインテリアにもこだわってるみたいで、インテリア置いておく予定のインテリアですかね、もうなんか紹介されてて。こだわるよそりゃ、ジャムだってこだわってたし、はい、まあその前で言ったらクラブ直樹はね、うん、めちゃくちゃこだわりましたから。いつ完成なんだろうね。楽しみですね。まあね、見てない人はこの後見てみてくださいよ。チェックしてみてください。銀さん後から来ますよ。いや興味あるっすよ僕、全然。興味なさそうって。なんか僕本当のこと言っても嘘でしょみたいな言われるけども、無表情なのかな。それ僕もたまに言われるんですよね。なんか絶対思ってないでしょ。さっきの笑いは嘘笑いだもん。嘘笑いでしょとか、あとなんか本気で思ってんのみたいなとか。あれ結構悲しいんです。悲しいよね。悲しいです。俺よく言われるもん。なんだろうね。全てに興味なさそう。そんなことないです。全然。伝わりにくいタイプ。まあね。まあ、でもね、なんかね、感情豊かでもない、くはないけど。なんだろうね、声のトーンが一緒だからとかかな。ああはいはいはいみたいな。さっちゃんは返事が適当。本当ですか。ああでもとりあえず、うん、はいって返事はいいけどそれだけだもんね。まあ、はい、異性の良さは伝わってるんじゃないですか。はいって言えばいいでしょって思ってるでしょ、はい、野球以外何が好きなの。野球以外何が好きなの、なんだろうね。焼き鳥と切り干し大根以外で言いましょう。ああ、食べ物？もう皆さんはもうね、やっぱ結構常連のリスナーの方が多いわけじゃないですか。でもね、最近思ったんだけど、趣味何って聞かれたことがあって、うん、なんだろうなと思って。最近ハマってるものとか。ないな。なんか好きなこととか。うん、あ、でも睡眠は好き。パワープロくんとか。ああ野球じゃん。みんなの趣味は何だよ、うん、そうリスナーさんたちの趣味は何なんだろうな、うん、趣味が一緒だったら嬉しいですけどね。僕はもうやっぱりお風呂。あ、そう癒し系大好き。はい、お風呂サウナっすね。サウナは俺ちょっといいや。サウナ料金払った意味なかったっすか。あの時はタオルは使いたかっただけ。で、サウナ行って、最近ちょっと気づいたんですけど、まあ、その、前から言ってる通り、その、8分で、1セットにして、で、そっから、汗流して、で、水風呂に浸かるっていうので、まあ、一括りを、3セットから4セットやるんですよ。うん、で、その日めっちゃ、よく眠れて気持ちいいんですけど、気持ちよかったって満足感あるんですけど、次の日だいたい体調悪なるっていう。ちょっとやっぱ水風呂の刺激が強すぎて、健康のためにやってんのにちょっとなんか風邪気味になるって。じゃあ俺いいわ、余計行かないわサウナ。そうサウナはちょっと疲れるんですよね、体力をね。意味ないじゃん、奪われるって。まあでも汗かくとねお酒抜けるからね。次の日はねいいかもしれないけど。でこの間なんてその水風呂がそこは井戸水を使ってるっていうところで、おうで、あ、で、なんかそのかけ流しというかもうこうすぐ循環してるで、まあ、すごい冷たくて気持ちよかったんですけど、やっぱ井戸なんで
なんていうか、まあ、そんな、やっぱ、綺麗ではないんですよ。お腹痛くなりましたから、ね。ちょっと、なんか入ってきてるんでしょうね。井戸が、体の中に井戸入ってきちゃって。気持ちよかったんですけどね。なんか飲み歩き趣味の方は何ですか、ね、あ、飲み歩きいいですね。お酒好きがやっぱり。居酒屋はしごとかは。ああ、いいですね。あんまりしないかな。できますかこの酒弱い芸人たちが。芸人ちゃうわ。ああ。酒弱いホストたちが。お酒弱いのに、休みの日とか、新さん飲みましょうって誘ってくれるんだけど。もう本当にやっぱ大好きですからね。やっぱみんなで一緒に飲む空間が好きなんで。お酒弱いやんと思うよ。でも、だいぶ強くなりました。最近は記憶も飛びませんし、これという失敗もありません。はい。潰しにね、かかってきてもらえたら、いつでも。でも結構女性はね、飲み歩きしてんのかな。飲み歩きいいですね。で、大体するんじゃないか。俺ね、一箇所でずっとでいいかなっていう感じ。あ、別に、そこに入れる。入れない人っているじゃん。ずっとそこに入れない人だから、またはしごとかして、あのバーとかで、あのはしごするっていうのは一番僕楽しいなって思う。あのね、焼き鳥屋とか、そのあれで居酒屋ではしごでも分かんなくはない。まあでもバーも分かんなくはない。バーもポン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 行くの、やっぱずっと同じところにいると、なんか僕は結構いう潰れてしまうことが多いんで。まあ、バーってね、やっぱ人の付き合いもあるしさ、それによってあそこも行かなきゃってあるし、まあ、分かんなくはないけど、持たないね。まあ、ペース大事やな。うん、さっちゃんは KO ボーイ、ホスト、芸人。芸人にはなりません。正解ではないですから。いや、ボーイからのホストですね。でも結構 YouTube 見てるもんね。お笑いの。お笑いの YouTube はめっちゃ毎日見ますよ。就活って何？そう、芸人の就活してたの？芸人の就活してないですから。分かった。養成所入りません。髪黒くしてさ、最近伸ばしてるけど。もし芸人さんになるとしたら、髪暗くする必要はないですからね。なんかお笑い芸人さんのさ、うん、なんか昔の面接の時のさ、証明写真とか、うん、たまになんか公開するけど、はい、結構顔やばいよね。面白い人多い。いや、そうっすよね。いや、みんなやっぱそういう環境に入って雰囲気だったりそういうの変わっていくんじゃないですかね。僕らもやっぱホスト始めた時の写真をね、比べてみたらやばいですから。俺ね、ある見つけたのよ。なんかブログに俺載っけてて、はい、あんまり変わんないかなみたいな。なんかさ、ホストやってたって、もう俺ら30とか40になったらさ、はい、ちょっとホストやってたよっつって、うん、あ、マジかみたいな反応されると思うじゃん、周りに、うんうん、で、どんな写真だったのみたいな見せるじゃん。めっちゃかっこいいっていう写真を俺見せたいの、うん、一番最初の昔の写真とか、うん、俺昔からかっこいいんだねみたいなのね、そう言われたいですよね。俺それないんだ。なかった。結構ダサかった。左の人カナダに似てる。ああ、言われますね。さっちゃん初登場の時、ホンダ？そうっすね、初登場の時は、ゴリゴリの短髪で、しかも金髪でした。本当に、ホンダ圭介さん意識してました。それ、あれだね。はい。謝れってなんかいじらせたね。あ、そうっすね、ホンダ圭介に、なんか似てるみたいな、なんか、喋ってたら、ホンダ圭介に謝れっていう、ね、コメントが。あれ、全然初登場じゃなくない？あれ違かったでしたっけ。でもだいぶ初期な気がするっすね。うん、おー懐かしい。そんな時代だったね。さつき坊主チックな髪型だったもんね。あ、ほぼ坊主ですよ。今日一重なの？さっちゃん、さっちゃん日によりますね。今日ちょっと調子悪い。顔むくんでる？いや、そんなことないと思います。今日は全然。今日ちょっと俺は目むくんでんだよな。さつきの、うん、俺一番ツボなのが、はい、モヒカンみたいな、坊主で伸びてモヒカンみたいな感じの髪型で、自衛隊が使うような銃をこうやって持ってるやつ。もう逃走中のハンターを意識してた写真ですよね。俺あの顔好きよ。どこかにあるかもしれないんでね、ちょっと気になる人は探してみてください。さつきの宣材写真シリーズ面白いと思う。
まあ結構いろんな写真撮らせてもらったんで、俺全部流し目が多いからカメラ目線 3、4枚じゃないかな。あとなんか俺恥ずかしいやつもある、バラのやつ。ああ、バラのなんかみんないじってるけど、乳首出してたやつでしょ。乳首は出して、乳首ギリギリ見えない、見えかけぐらいの。あ、乳首出してるやつあったね。なんかありましたよね。みんな脱いだよね。あ、でも知ってるってサツキのその写真。あ、嬉しいです。長嶋王子がね、なんかね、サツキでも正面多いよね。そうっすね。右の人先輩似てるとかさ、俺、うん、知り合いとか誰かの友達とか、うん、元彼とか似てるって多いんだけど、どこでもいる顔かん。前さ、うん、半年前ぐらいかな、あだ名が一般人だって俺。何でしたっけ、僕韓国とかだったんでしょ。そうそうそう、韓国韓流、韓流みたいな。銀さん、何、銀さんが韓流スターか、はい、スターだから。で僕韓国の一般人みたいな。でなんかね、新しい子入ったけども、まあ、新人似てるって言われるんだけど、それだけ親しみやすいっていうことですよ。さつき拓也っぽいって言うじゃん。拓也インフィニティさん、ウーバーワールド高校時代めっちゃ好きでしたよ。あ、その人。はい、そうです。え、僕一回会ったことあるんです。見かけただけ。何年前ですかね、ホスト始める前ですね。ホスト始める前、まあ、友達僕2人いるじゃないですか。ああ、で片方の2人しかないもんね。2人いるんですけど、片方の、友達のうち遊びに行った時にたまたま、そのマンションにいて、おうおう、エレベーターホールで会いました。その友達、あ、でもそこに住んでたわけじゃないのか、その拓也さんは。拓也さんは、でも多分住んでた。住んでたと思うす。もう数少ない友達いてよかったな。いや、本当ですね。狭く、その友達の。狭く浅くだもんね、さつきは。狭く浅く、狭く深くの間違いです。まだ付き合いあるの？その友達とですか？ ありますよ。この間、温泉旅行行かないみたいな。言われて。いや、俺もまだその大学の時の友達はグループラインもあるし、そんなに俺もやっぱ北海道生まれだから、あんまこっちではね、友達いないけども、はい、俺の誕生日の日に結婚式あんのよ。おう、友達地元でですか？東京で。東京で。東京の大学の友達が、いや、すごい行きたいんだけど、うん、難しいんだよな。でも披露宴ぐらいまでだったら出れるんじゃないですか？出れる。いやー、ギリギリ間に合わないな。ちょっとだけでも顔出したら、ね、結婚式行ったことあります？ない。いや、まあ、あるっちゃある、あるっちゃあるけど、絶対行った方がいいです、大人になってから。大人になってからないね。僕最近、そのつい最近、まあ、この前喋ったんですけど。そうだね、銀さんとね。相当感動しますよ。女性の人とかもやっぱそういうの行くと結婚したくなるんでしょう、多分。で、なんか女性の方よく言うじゃないですか、その気持ちが分かる、分かる。本当かよ。まあそのしたいというか、なんか想像しますね、重ね合わせるというか、自分だったらどうしたいかなとかね。本当に分かるか。映像こんな風に作りたいとか、演出をめっちゃしたいなっていう、うん、やっぱね。新さんとかにもお願いしたいですよ、もう。はい。僕の晴れ舞台があったら演出してほしいです。はいはい、というわけで銀さんです、よいしょ。暑くない？ちょっと暑いです。暑いよね。本当ですか？うん。よし、よし、おはようございます。マオです。お久しぶりです。髪伸びたね。髪、そうですね、ちょい伸びですね。
ちょっと僕もう髪切ったんですけど、銀さんも髪切ったんでね、結構初披露じゃないですか。前髪すっきりしたし、横後ろも内側かなりすっきりしました ね。結構切ったよね。結構切ったっすよ。まあバイチョリン早っ、来たばっかなのにもう返そうとしてる。アニガマルだーってびっくりマーク、あれ何個あんのよ。はみ出ちゃってるっす。ああもう全然全然見えないっすわコメント。でもあれだね、マオの入ってきたらやっぱ反応あるね。先週出てないんだっけ。先週と出れなかったっすね。先週は出たわ。先々週は出たよ。先々週出て、うんはい、メンタルやられて、先週はもう僕絶対出ませんみたいな。あ、出た反抗期ね。で反抗期ね。反抗期じゃねえ。あんなリスナーさんに戦えるなら出ませんって言ったら、はい、先週まさかの、はい、なんだっけ、あの真央の笑顔、真央の笑い声がなかったら寂しいみたいな、はい、まあ、なんやかんやそういうとこあるっすからね、うん、みんな僕のこと大好きやから。じゃあ乾杯の温度いいですか、改めて、はい、真央さん、よし、今日は優しくしてね、乾杯、よいしょもう真央だけ優しくて太ったな、真央臭そうってコメント来てる。嗅いでみる嗅いでみる早速やな。違うやつやな。あ、これまだ違うやつ。そうだよね、はい、すげえコメント来てるじゃんと思ったら。あっちはい、やっぱ人が変わると伸びますね、コメントが。はい、何の話、でも調子いいんじゃないですか。何の話してたんですか。しんいちさんの誕生日に結婚式があるらしいです、しんいちさんのお友達。友達の話をしてて、じゃあ結婚式行かなあかんのですか、誕生日に。いや、行かない、いや、行けたら行きたいけどね。バースデープレッシャーブルーみたいな入ってるからね、最近ね、元気ないからね。大丈夫ですか、うん、なんかあったんすか。リアルバースデーが5月。5月の、はい、28です。はい、正解。締め日だよね。締め日っす。最高っすね。締め日です、はい、最高かな。バタバタしちゃうよ。締め日休めへんっすね。スニーカーの洗い方教えてくださいって受ける。さつき詳しいんじゃん。激落ちくんめっちゃいいよね。でもね、激落ちくんと、あとやっぱ洗剤のチョイスが大切ですよね、うん、ソールが白かったらね。はい、でも激落ちくんやとボロボロになんないですか。なんかあんまり強くこすったらダメだね。あ、優しくなんですね、うん、最近あとホコリを取るブラシと普通のブラシと、あのめっちゃいい砂消しゴム買ったから。靴やっすよ。ちょっと知りたい。もう汚れゼロですね、うん、あ、つらっ。やっぱ雨の日とかでね、ちょっと汚れちゃうから。雨汚れるっすね。なんかあんま革靴とかブーツが多いかな。でももうブーツ履かなくなるしな。うん。まあもうこれから夏っすからね。うん。暑いね。ゴールデンウィークもあって。暑いね。夏。髪切ろうかな、バッサリ。やめよう。銀さんまではいかないけど。うん、じゃあバッサリ行きたいっすね。いや、長い方がかっこいいっすよ、うん、いやー、新さんは僕も長い方がかっこいいと思うっす。やめようって。いやー、違うのよ。やっぱ海とか行くしさ、その時すごい邪魔なの。まあその時だけなんだけど、うん、短い方が楽だし、やめよう。やめましょう、はい、うん、やっぱやめた方がいいのかな。やめよう。兄ちゃんやめようって。みんなやめようじゃん。よし、切ろう。さっちゃんの V ネックにしか目がいかないって。もう一番最初にもう乳出てるよね。いじられたんですけど、今日色っぽいって言われてね。ああ、覗きに来てください。覗いたら綺麗だもんな。綺麗ですよ。お肌は完全に治ったの。まあそうっすね、大体綺麗になりましたね。肩がはい、肩はちょっとやばいんですけど、うん、この間のなんかあのお風呂のさ、はい、
2人でなんか線と3人、はい、3人で行ったんだ。はい、あ、3人ですね。あのその後もなんか行ってみたいですけど、あの写真とか肩やばいもんね。肩やばいっすね。すね、しかもあの脱衣所とかでこう写メ撮ってさ、あんなおっさんとかをケツとか、はい、映っててさ、あれ結構やばいっしょ。サービスショットっすね。もうみんなでやってますから。あれ訴えられるで。いや、サツキも撮っちゃダメだよって言ってたんですけどね、僕外で待ってたんで気づかなくて、うん、いや、なんかネットとかに載せんかったらいいんですよね。いや、あかんねん、うん、え、これで披露する、この番組で披露するのはもう絶対あかんっす。ギリギリもうバリバリアウトっす。バリバリアウト。、はい、トリミングすればいいやん。トリミングしてもダメです。モザイクもダメ。モザイクもダメです。肩どうしたの、やけどのね。はい、あとがちょっと燃えちまいまして。まあでもだいぶ良くなったよね。うん。あ、この間ですね、ニコナイトをこれ見てくれてる方が、うん、沖縄から、あ、いたね、お店に来てくださいました。うん、宮古島やね、つい最近。うん、すごいですごいね。いやー、ありがとうございました。さっちゃんすごいよね。いやー、嬉しい、本当に。誰指名してたの？あ、僕です。え、初回ではないんだ。え、初回指名してくださいましたね。嬉しいですね、やっぱ。ね、お友達と一緒に来てくれて。すごい。はい。初回だとやっぱ、着く時間も限られてしまうんで、嬉しかったです、すごい。初ナンバー。初ナンバー頑張ります。はい、もうね、月末なんで。4月ね。はい。そう、沖縄からわざわざそのサツキに会うために。でしょうね。え、めっちゃかっこいいって言ってたよ。でしょうね。かっこよすぎるみたいな。やっぱこう画面でいつも見てくれてるけど、うん、生で見た方が今日見てくれてる。もう目見れないみたいな。わかんないですけど、見てくれてたら嬉しいですね。目見れないはなんか違う意味がありそうだけどね。深い、ね、深い闇に吸い込まれそうなんすかね。焦点合わない。風なっつって。北海道から5月行きますよ。まーす。すごい。あれ、このビックマビックリマークの感じはさ、あれじゃない、あのマオにさ、あのバイチョリンみたいな、さっきビックリマーク、まあ、マオシメって。あ、同じ人やね。うん、俺多分分かる、その人。すごいね、南北海道から、あ、違う、うん、南沖縄から、はい、北海道からで、ね、銀ちゃんとしんちゃんを悩みますだって、すごい嬉しいね。あ、あ、マジか。どっちもいいよ。どっちもいい。どっちも同じ人？違う人かな。同じ人か。やっぱ日本中ってほしいっすね。あの、名札卒業しようよ。はい、そうだね。あれからまた1週間経ってましたからね。マジでしんちゃんだけでしょ今名札取れてんの。一瞬でしたね。一瞬、はい、一瞬でもないけど、一瞬のきらめき。一瞬のきらめきでしたね。2人ないじゃん、そういう一瞬のきらめきがさ。一瞬のきらめきないっすね、うん、まだ卒期間ないっすね。最近存在感もなんか薄いしさ。ほら、人が多いから霞んでるよね。存在感がちょっとピカってなる人、霞む日の差がすごいっすわ。うん、常に光ってなきゃね、うん、あれピッピいるみたいなあるよね最近ね。あるっすね。うん、前は元気やったよな。どこいますから。あの、タイの仕事がマジ忙しいんですよ。DJ タイが営業中の。もう昨日とか僕多分ずっと DJ ブースに立つからね。でもなんかみんなすげえ褒めてたけどね。そうなんです。プライベートで DJ やってるから、はい、得意分野はね、すげえ覚えが早いみたいな。もう新人ルーキーなんで。やっぱ体調狙ってるんや。体調でも体調ね、ちょっとなんか業者ともやり取りできるからやっぱ強いわ。うん、ね、業者と癒着がすげえから。そこまでねえからな、まだ。体調になろうよ。でもさ、ねえ、マオは DJ で輝けるけど、さっちゃんファンもね、うん、さっちゃん輝いてほしいって。クリーン隊。掃除。掃除はね、やっぱプライドと誇りを持って。そうですね、はい、やってるけど。はい、
マジで酔っ払ったら掃除しねえってすげえみんな思って口だけではね、うん、言うけどな。ちょっとなんかもう元気になっちゃってはしゃいでるもんな、うん、そうっすね、うん、すぐはしゃいじゃう癖が。壁がねやっぱあるしね、みんなと、うん、すぐ2人でイチャイチャしだすじゃんさつきと真央は。本当に見てて面白いけどね、うん、でも真央の潜在いいと思うって。あらはい来たー。それは本当に思う。見てるー。見てるね。見てるね。かっけえもんなあれ。おお見たんすね、うん、あれはマジでかっこいいよ。おっしゃ見てるね。いいコメント来るっすね、たまにはたまには。細々なんかでも1枚だけじゃなかった？3枚撮ったの。そう3枚載せてって言ってるんですけど、うん、ちょっと運営が、うん、本部がちょっと渋ってるんで。出し惜しみ、出し惜しみしてるっすね、うん、ちょっともう一回それちょっと出してもらおう。言わんとあかんっすね、はい、あれはマジでかっこいいわ。じゃあちょっとそのアップでさ、はい、あの宣材写真と同じ顔で、うん、はい、いやもういいっす。ちょっと CM どうぞ、うん、あなんならその時の洗剤と今日同じ T シャツじゃない？あ、そうっすね。ね、ちょうどいいじゃん。ちょ、まあいいよ。いきますよ。うん。同じ表情でお願いします。わかるかな？全然わかんないな。まあでも雰囲気は。あー、いい、いいね、いいね、いいね。え、どんなやろ？ちょっと恥ずかしい。もう早く行っちゃって。はい、どうぞ。CM 行っちゃって。シャンデル SA 組シャンパン先生。シャンパン入れたことあるやつないです。帰れ。コツが浮かぶやつ潰して下ろします。バカ野郎。アクターに約束をするんじゃ。やっぱり AJ すごいね。自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえなイオンインク。イオンインク。コメントいい感じですか。わ、銀ちゃんを指名指名しようかなってめっちゃ違ってるやん。指名指名って書いてありますね。やっぱ銀さん人気はもう安定っすよね。ようやく。でもジャンルも幅広いですし、はい、やっぱその前とかも韓国人の方とか、うん、初回とかでも来られてた人も、まあ、指名してたし、ね、日本語を教えてあげて韓国語を教えてもらうみたいなね。あ、もうそれいいっすね、うん、楽しそうだし。しかもなんかもう大久保と近いじゃないですか、うん、やっぱその歌舞伎町にいる人ってなんか韓流とかも好きな人も多いし、そっちでなんか韓国料理とか食べる人が多いですけど、うん、銀さん見るとすぐ惚れるっすもんね。なんで興味ちゃうけど。てか一緒に歩いてると、うん、街で一緒に歩いてると視線がすっげえのが超わかるっすね。うん、なんの今日よいしょの回なの。いや本当にそれはあの普通なリアルな。見てよこのさつきの悪い顔。昨日あれか昨日営業後昨日勝手に美容室行って、はい、飯連れてってねえからか。しかもちょっとおもろいネタできちゃったもんな。言ってあかんのこれ。披露してネタじゃないんすけど、うん、そう僕がとさっちゃんにチャリで帰ってて、うん、で僕音楽かけてたんですよ、うんうん、グリーンの B グリーンって曲で、うん、で親のスネーカジッタリーっていう歌詞があるんですけど、うん、そのさっちゃんも知ってる曲で、うん、そこにいきなり別に銀さんの話 してないのに、うん、銀のスネーカジッタリーって自分で歌った。ってサビなんだっけ。春夏過ぎて秋冬が来てってやつなんですけど、それちょっと歌う。それ誰、グリーンの歌。グリーンの歌、ね、いきなりぶっこんできてどうしたみたいな。
え、これ言っていいって言ったら、あかん、絶対あかん言ってるやん、もう公開処刑やん。あ、今タイミングバッチリやったのね。流れ的にね。俺は今日も耳かきしながら見てますってコメントくれた人が、今日は血出てないかすごい心配心配っすね。あ、やっぱ歌もやっぱみんな気になってるんじゃないですか、うん、定番にしていこうよ、うん、この間前回もこの間も歌ったんすか、うん、前回もで歌って終わってたけど、なんか最後新一が一生懸命締めてたね、はい、でもなんか、うん、あ、前回ね、なんか、うん、ちょうどいいのか分かんないけど、歌ちょうど終わってね、うん、でその後のあのタイムラインの、うん、こちらの本部の方のムービーで撮らせてもらったんですけど、うん、歌で終わっちゃったからな。しかもさつき最後歌ったもんな。はい、なぜかあれカトゥーンのリアルフェイスです。今日はなんだろうね。今日は何リクエストくるかな。楽しみですね。審査歌わないんですか。歌うよ。歌うんですか。で今日なんか初見の方も見てくれてるみたいで、はい、ついにもう審査もちょっと気持ちがいいね乗ってきましたね。お酒入ってるこれひょっとして。ないっす。じゃんじゃん入れてこ。でもどうなんだ、その歌ってくれると嬉しいとかありますけど、僕らの歌聞きたい人ってそもそもそんなにないんじゃないですか。うん、だから銀さんの聞きたいはいつもいるっすけど。そういうなんかもうフリーだからね、フリー。おおげたい焼きくん。古いね、ロックおろしもまあ俺しか歌えないな。サツキのね、あの破壊的な歌はいいね。まあ、ツイキャス、うん、ここではいいか。破壊的な歌って何ですか。ちょっと語弊がある。はい、何がいいかな。サッチャンの歌がいい。うん、嬉しい。じゃあ今日サッチャンメインで選曲する。うん、さっちゃんメイン選曲いこう。はい、そうですね。 B フリー以外でいきましょう。グリーン、ね、あ、もうフリーやんそれ。フリーやん完全に。そしたらもう二人で歌って。替え歌になるで。替え歌じゃない。あの、さっちゃんいつも歌ってくれてるから。ジェネレーションズってエグザイル系でしたっけ。全然わかんない。全然、え、三代目とはまた違うみたいなやつですね。僕、ジェネレーションズにの、なんか、いるらしいです、僕。あら、また、そう、まただ。え、めっちゃ言われんだよね。いろんな、いるね、お前。いるんすよ。だ僕とさっちゃん、多分、結構いろいろ、いろいる顔なんすよ。芸人系とか。ハンニャのカナダから、ね、大島優子まで。じゃ、天目もらおう。最近ね、はい、天目、お願いします。斎藤匠やったっけ、最近。最近は、まあ、斎藤匠よ。学校行く前、懐かしい、俺見てた、学校行く前、小学校行く前。すみません、ありがとうございます。たこ焼きマントマン、ボーブとブーブもその前後あったね。ボーブとブーブー、 Yes we can みたいなやつですよね。そう、はい、うわ懐かしい。金曜だけディズニーなんですよ。あったそう。やべ遅刻しよう遅刻しようっつって。なんかそういう話もしたいね。さつき兄ちゃんお歌歌って。なんすか、培養所もしこ。なるかい。やっぱね、今の時代、小学生でも携帯持つ時代だから。あ、見てくれてるよ、うん、超テンション上がる。あー結構濃いな。送る言葉ある意味も古いよ。昨日おとといイベントであんだけ飲んでさ、すごいやっぱ全然みんな元気だね。いや、目むくんでるっすね。すごいもんね、2日3日酔いだよね。全然飲んでないっすね。ずっと DJ ブースにいたんで全然。あ、全然飲んでないっすね。マオはね、はい、本業が分かんなくなってきてるもんね。いや、ほんとそうっすよ。昨日多分、うん、10回ぐらいやってるっすからね、シャンコを一人で。おお。で、あと、あのタワーの時もやってたんで、僕。ケツメイシの桜とかどうすか。桜
桜も終わっちゃったっすもんね。終わったもん。北海道これからだけどね、うん、青森とかも。北海道はもう桜咲いたか。これからじゃない、青森のね、あの弘前の桜祭りが今満開だからさ、はいはいはい、その時期ですもんね、うん、レッツアンドゴーとかすげえな、懐かしいね。レッツアンドゴー、うん、あーこれやっぱ人気なんや、海の声海の声いいよね、うん、出だししかわかんないよ、ね、人気っていうか、ここニコナイトで歌ってる人たちでしょ、うん、あ、スマップどうですか。スマップもいいね。ライオンハートとかどうですか。いいじゃん、いけます。俺何でもいけるよ。ああ、さすがです。俺は何でもいけるから。これ…こそれん、こそれん、これ好きなんですよね。こそれん、ライオンハートアニソンとかは歌わないかな。ね、いきます、いきます。なおからよ、はい、で、こうですか。こういきます、はい。え、君はいつも僕の…君はいつも僕の…あ、わかんない。ちょ、1回目言ってよ。最初の音程だけちょっと教えてあげて。あ、わかんないよ俺これ。君はいつも僕の。いつも僕の薬箱さ、どんな風に僕を癒してくれる。笑う空からもらう その笑顔、泣いたらやっぱりね涙するんだね。ありきたりだ、わかんないな。どうかしてるかな。君を守るため、そのために生まれてきたんだ。あきれるほどにそうさ、そばにいてあげる。眠った横顔、震えるこの胸だよ。
ちゃんともう完全に、はい、バラード良くないっすね。バラードやっぱサビは分かるんですけどね、うん、サビはやっぱね分かるけど、分かるからサビし歌いたかったもんね、うん、あ、教科書載ってるんだ。すごい。僕らもなんかスマップ載ってたな。世代感じるわ。なだそう、スマップ載ってました。なだそうそうとかも載ってたけど、スマップなだそうそうは載ってた気がするな。滝蓮太郎のイメージが強いですけど、ね、夜空の向こうじゃない。あ、そうです ね、 ね、合唱とかでありますもんね、合唱コンクールとかで。みんなわかる歌にして、だってで、ま、真央がわかる歌をちょっと考えよう、はい、CM の間にちょっと、はい、もう一曲いくつか、行こう CM の間に反省するから、うん、反省しよう。それでは CM 明けお楽しみに。 CM どうぞ。ホストの仕事は特上のサービスの提供だ。しっかり覚えていこう。テーブル目をきれいに保つことが基本だぞ。すげえよ。おお、君いいね。女の子は何を求めるのだろうか。経験者大募集。みんな、あ、開けた。何がいいかね。ヒルクライムの春夏秋冬。今、新兄ちゃんが働く男がいいみたいなね。はい、北海道いいですね。あれでしょ、あれ、ナンクさん歌ってる男だ、あ、歌だから。まあ、わかんないもんな、うん、ボーイ、ここからさ、ね、そう。あ、モンパチね。あ、いいね。懐かしい。あ、モンパチ、わかるっすわ。やった、1000超えた。久々の。よいしょ、よいしょ。嬉しい、ありがとうございます。俺の悪口めっちゃ貢献してるやん。言ってないと思うね。俺のディスコメントめっちゃ貢献してるやん。まあ、ワンオクはね、ワンオク行こう。ワンオク行きますか。うん、難しいよね。難しい。ベネバユアでもピアスでも。ああ、その辺だったらね、得意だもんね。散々、はい、お店のラストンで聞いてたからね。聞いてたっすね。懐かしいけど、かつやね、ナオキさんに教えた男だし。なんピアスって言うんだっけ。ピアス、ピアスと、で、あれ前奏長いですね。前奏長いね。コメントより売り上げ上げたら。まあね、間違いねえ。どれにする。え、マオク、マオク、マオが歌えるようにしようよ。え、でもピアスは分かるっすよ。どっちでもいいよ。俺今なんか、俺の今どれにする、シャンパンを追ってるっぽかった。ラストオーサー何にしますか。どれにする、入れて。え、ピアス入れてよ。ピアス、ピアスにする。ピアス長いよ。え、じゃあ何がいいですか。ベネーバー言うんですか。ワンオクって何あるんですか、他に。もう、あと知らないよ、俺。で、ウェーネーバイヤー結構歌ってるっすよね。ピアス、まあ、まあ、任せる。俺、新一が乗り気じゃないもん。まあ、まあ、何でもいいよ、何でもいいよ。え、割と歌えるっすよ、僕も。そんな、そんな合わせんくても。レイニーレイニーめっちゃ来るじゃん。レイニーレイニーは、うん、ワンオクなんすか。え、レイニーレイニーってワンオクじゃなくない。わかんないっすね。レニーブルもしか知らないですね。あ、レニーブル。ビッグバンはね、前々回だったから、うん、ビッグバンは新一苦手だもんね。はい、わかんないですね。早口っすからね。そう、
滑舌悪いから苦手や。やっぱグリーンっすか、もうなんかそうなってきたら。そうなってきたらグリーンもあるよ。グリーンっすよね、うん、あれ歌？いや、ビーフリーやろ。ビーフリーでも逆にみんな知らない。知らないな。奇跡とかいいんじゃない。もうこの優柔不断さがね、良くないっすね。良くないよ。じゃあもうワンオケピアス。うん。なんやかんやみんな知ってるっすからね。え、何やったの？ピアスで、いきます。新一乗り気じゃないけどさ。いや全然。僕も普段ね、ラルクとかグレイとかそういうのなんで。おしゃれ。グレイもさっき来てたね。ハウエバー。はいはいはい。ハウエバーとか言うね。やっぱ北海道なんで。はい。コロッケはソース。ソース。ソース。あとなんだ、醤油、タルタルソース。タルタルソース、コロッケ違うくない？やっぱソースですね。ソースだよね。ウスターソースいいっすね。あのシャバシャバした、シャバ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 した。長いね。長い。森進一。森進一読まないですね。森進一読まないですね。Here is love, I'm a girl, stay with you. What can I do? We can be two. You dance されることなく二人の距離縮まってゆくたび切ない溢れ出した思い募るだけで With me With me 絶対選曲ミスでしょ。 Cause we can see how it's a man But I go back for you もしもなかったんや。ねえ、英語あかんすわ。うん、しかもマオ先長かったな。日本人やし。どうすんのよ、まあ。来週取り返しますか。来週取り返そう。はい、仕切り直ししないんですか。一週間練習する？カラオケ楽しなってるよ。あんまカラオケ行くこともないしな。ジャムでも歌うことないしな。でも優しいな。面白かったって来てるよ。そうだよ。で、笑ってくれたんじゃないですか。うん、よかった。ねえ、ナマコ、ナマコも頑張ってくれたんじゃないですか。ナマコ、ナマコ見たいって。こんだけ外すのむずいで。違う、なんかね、よく言われるっすわ。声出ない、出てないのに勝手にスタートから高いのよ。うん、トーンが熱っ。あ、今、マオ小籠包みたいって言ってた。肉汁なら出て出てなかった。出てね。まあね、笑ってくれたり笑えなかったりとか、うん、そういう人もいたんじゃないですか。よかった。やっぱ歌える歌を増やした方がいいよ。そうっすね、そうっすね、うん、レパートリーとか練習しよう、うん、まあ歌だけじゃないけどさ、やっぱそれつながるよね、いろんなことに。今日はもう歌わないんで。もうあと何分？放送事故になっちゃうよ、もう。またあと5分ぐらいです。あと5分ぐらい。はい。もうし、え？もう4月も終わりで、今月はもう最後ですね、皆さんとは。今月ラスト。
今月ラスト。あ、そうっすね。で、来月が5月のね、1日でしたっけ。メンテナンスが、あ、2日か2日か。次回は5月2日。今日あっという間っすね。そう？ジンさんかっこいい。いや、それよりもジージャン破かせてくださいが気になるわ。結構ジージャンなかなか破けないと思うんですけどね。力、花山香るぐらいの圧力ないとね。無理でしょ。ジージャン、女の子も春はジージャンとか着ますもんね。あんま着ないですか？デニムオンデニム。ちょいちょい見るですけど。だんだん薄着になってくるっすからね。たまらん。たまらんっすね。投稿途中の薄着たまらん。投稿途中の薄着は大丈夫ですよ。みんなダイエットとか、もう夏に向けて気にしてるんじゃないですかね。この間人生で一番太ってましたからね、僕。70キロ、70.6 で、人生で一番太りました。すごいね、いいな。70キロっつったらもうほぼ変わんないもんね、俺とね。そうっすね。身長は一緒だし、体重も、はい、ガタイのね、ガタイの筋肉2倍は違うけど、うん、180ジャストっすね。でもちょっと伸びたかもしれないっすね。伸びたよね、絶対ね。成長期、顔が伸びた。成長期、顔じゃないっす、身長っす。こっちで稼いでない。顔が伸びて稼いだんじゃないの。胸元からプリーいかしてください。新一の倍あるもんね。そうっすね、やっぱり V ネックの幅が、 V の深さが。こんあんま恥ずかしくはないのか。恥ずかしくはないか。あ、もうそれ以上見えてるよね。見えてない。エロい、エロい。歌の会見って歌の勉強してください。あ、歌の回見て。あ、なるほどね。さあ、1分前ですね。1分前ですね、はい、あっという間に。はい、今日もニコナイト、4月ラスト、4月ラスト、1時間。あ、そっか。ありがとうございました。とんでもない、はい、歌で締めてしまいましたけども、まあでもやっぱ神回っていうね、コメントもちらほらあったんで、うん、記録よりも記憶に残る放送になったんじゃないですか。なるほど、はい、そのまま締めちゃおう、さつきちゃん。というわけで、4月度ありがとうございました。ありがとうございます。ですね、まあ28日まだですか、今月も。これ28ラスト。残り月末頑張っていきましょう。ありがとうございました。下手くそ。今日もありがとうございました。まだ来週全部喋っちゃった。明日全部喋っちゃったからもう下手くそすぎるでしょ。背いてビクビクしてては掴めないような肩を吐く、いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持って、産んだ子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。